不謹慎なんですけど、文化教室に教えに行ってて、家に帰りたくないなって思ってたところに体験をしてたので、飛び入りで、すごいね、習ってて大丈夫よって先生がいつもおっしゃるんですね。その体験の時にも大丈夫っていうのはすごくなんかありがたいこと、なんか妥協をあまりしないでっていうのが今までだったので、なんか大丈夫よって先生がおっしゃるのがすごく、大丈夫っていう気持ちになるのが一番続けられてる。だからスタートがそれで、メリハリをつけるっていう部分では同じなんですけれども、ただデコラティブとはいえ、トールペイントってやっぱしこう形はきっちりだから、いつもガラスで思うのは、大きな何かをしなさいっていうと、どうしてもこの枠にはまる小さなのを作ってしまうっていうのがあって、そこですごく苦労して、もっと大胆にアーティストよって先生にいつも言われて、それがちょっとトールペイントとガラスの違いですかね。普通ガラスとかそういうのって傷つけちゃいけないっていう概念があるんですけれども、この傷のつけ方ですごく世界が広がるっていうのはやっぱ楽しいですね。色のないところでその世界を作り出せるっていうのがやっぱならではかなと思います。